不揮発性メモリの一種、フラッシュメモリを搭載した、USB メモリ、揮発性メモリの一種、DDR2DRAM を搭載した、PC 用メモリ、半導体メモリは、半導体素子によって構成された、記憶装置である。記憶装置には、各種のものがあるが、ここでは、半導体メモリとそうでないものに大雑把に2分する。もっぱら補助記憶装置に使われる、ハードディスクに代表される、 直面などに機械的に読み書きするものとコンピュータ本体と同様のテクノロジーを利用したものに分けられ現代ではもっぱら校舎は半導体メモリであり主記憶装置に使われるまた主記憶装置よりも CPU より認知するキャッシュメモリやレジスタなどは一般にほぼ半導体メモリで構成される半導体メモリは応答時間や帯域幅の点で優れるが 容量あたりのコストが高く、また一般に揮発性のタイプが多いため、外部記憶には以前は使われることは少なかったが、近年は SSD により、徐々に半導体メモリも使われつつある。また、携帯機器やデジタルカメラの記録用などといった用途では、機械的なものは振動で壊れるという弱点から、半導体メモリが使われている。揮発性メモリ、揮発性メモリは、 電源を切ると記憶情報が失われる。D-LAM の特殊例として、DJSRAM がある。不揮発性メモリ不揮発性メモリは電源を切っても記憶情報が保持される。書き換え可能な不揮発性メモリの多くが、書き換え動作に伴う内部の絶縁層の劣化が不可避なために、書き換え可能回数に上限が存在する。また以上の書き換え寿命とは別の話として、 不揮発といってもそれぞれの原理の違いによって、半永久的に記憶情報が保持できるものと、年単位では記憶情報が失われるものが存在する。完全なリードオンリーのメモリを別にして、消去と書き込みが可能なロムという扱いのため、ロムの5が付く場合と、不揮発性のラムという扱いのため、ラムの5が付く場合とあり、ある程度は、それぞれのタイプの特徴の影響もあるが、 それ以上に、成り行きとか関連の影響が強く、ロムかラムかという名称に関わる意味はない。OTP プロム、UVA プラムは、比較的古い技術になっており、少数の特殊な用途を除けば21世紀現在では、使用されることは、ほとんどない。フェレム、マラム、プラム、ーラムは、比較的新しい技術であり、ーラムや SRAM、フラッシュメモリを代替すべく、 発展途上である。ラムとロム本来は、ランダムアクセスのメモリと、読み出しだけのメモリという意味で、この二つは対立関係にあるものではない。しかしなぜか、ラムについて、読み書き可能という意味で、ロムの対義語として扱われるようになり、一方でロムについては、プロムやブプロムといった追記型や、物理消去が可能なタイプから発展して、不揮発性メモリ的に使える素子が現れたこともあり。 フラッシュロムなど事実上ほぼ読み書き可能と言っていい、物を指す場合も現れるなど、完全に混乱している。用途による分類。ありがとうございます。